木の根っこが。あれは構造紙の四方、増加航路だ。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。これは一体何の化け物なんだ。さすが神の技、思うがままに命を作り出すとは。この力良きか。あらら、困りました。万事順調。剣義炎のごとし。ランス戦闘陣見てやろう。強炭の薬よ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。どうしてやろうか。トリア、諸悪大佐、剣よ、褒めに従え。剣木の根と航路を守っているようだな、俺が。よいしょ。輪をもって尊しとなす。諸悪大佐、剣義炎のごとし。なんで万剣天雷。この程度か。神器を持って一心同期。ランス戦闘準備。炎の槍を断ち切れ。俺が守る。助かった、ありがとう。剣よ、俺に従え。手の足元から根っこが出てきたよ。傷を負わせてもすぐに治る、ありえなくない。ここは一旦引くしかないな。ついてこい。まったく、もう道理で先週は豊穣の忌み物を恐れるんだね。あの回復力半端じゃないよ。天雲、先週の長命酒ってみんなあんな感じなの？あの元禄はおそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるためあのような恐ろしい力を持ったのでしょう。うぐぐ、あれがいる限りどこにも行けそうにないね。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。違う、幼児ちゃんの話聞いてた。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何か